鈴木さとしです簡単に自己紹介しますと現在自身のバンドでギターボーカルとして活動するからブログや YouTube などで情報を発信していますこの動画は本格的な初めての動画になるので是非最後までご視聴よろしくお願いします早速ですが今回はヒロト・マーシー好きにおすすめしたい映画ということでヒロト・マーシーが影響を受けている映画を紹介していきたいと思います しかし音楽とのつながりが見えない作品を紹介してもあまり面白くないので実際に、えー、曲のタイトルや歌詞などで、えー、曲とのつながりが直接的に見えるものを紹介していきたいと思います、えー、12本の作品と3つのジャンルを紹介していきますので結構ボリューミーな内容ですけどもぜひ興味を湧く映画を見つけてみてください <music> まず1本目、さらば青春の光です。1960年代のイギリスのユースカルチャームーブメントであるモッツを題材とした映画となっています。ブルーハツ以前、ヒロトはザ・コーツ、マーシーはザ・ブレカーズというモッツバンドで活動しており、いわゆる1980年代から続く 日本のモッツシンで活動していたバンドは例外なく影響を受けていると言っても過言ではありませんまた日本のモッツバンドの代表的な存在であるザ・コレクターズの加藤さんも映画を見てファッションを参考にしたと語っておりネットのない時代ではまさにモッツのバイブル的な存在である映画でしたちなみに映画の原作はヒロト・マーシーも大好きであるザ・フーのアルバムであり音楽的な影響も計り知れません次に2本目俺たちに明日はないです1930年代に アメリカで殺人や強盗を繰り返した実在するカップル、ボニーとクライドを題材にした電気映画です。勘のいい人は気づきでしょうけども、ヒロトン・マーシーもこの二人を題材にした曲を作っています。マーシーはソロを代表する名曲、こんなもんじゃないの冒頭で、ボニーとクライドの名前を使っていますし、そもそもこの曲が元々ボニーとクライドの歌というタイトルだったことからも、曲全体の象徴としてボニーとクライドが使われていることがよくわかります。ヒロトにおいては映画のタイトルその のままにハイローズ時代に俺たちに遊ばないという映画を作っていますこちらの曲の場合は 見ていた映画という意味合いで使われており、またマーシーと使い方が違う点にも注目したいところです。ボニーとクライドは金持ちに狙いを定め、貧乏人からお金を巻き上げない姿勢や、閉鎖的な状況下のアメリカ社会において、我が道を進んだ言い方をしたことから、今もなお自由の象徴として扱われています。3つ目はシェーンです。今回紹介する映画の中で、最も完成度が高く、映画作品として面白いと思うのがこの映画です。タイトルですぐわかるように、ハイロージ時代のヒロト曲、シェーンはこの映画作品です。 そのま,んま,ですまさにかっこいい西部劇といった内容の映画で1953年公開と古いですが全く色あせない面白さがあります今もなお根強いファンが多く史上最高の西部劇映画と語る人も少なくありません映画を見てから曲を聴くとヒロトがどれだけ強い影響を受けたのかわかりまた曲の聴こえ方が全然違って聞こえますのでぜひ聴いてみてもらいたいです4つ目はビリーザキッド21歳の生涯ですマーシーソロの大名版である夏の抜け殻に収録されているさよならビリーザキッドですが この曲は友人の状況を「ビリーザ・キットに重ねている歌であり曲を理解するためにはそもそもの「ビリーザ・キットの理解は欠かせません。 この映画はビリーの最後を題材にしており、彼がどのように生きて、そして死に行くのかが詳細に描かれています。映画音楽はヒルト・マーシンも大好きボブ・ディランが担当しており、しかも俳優として出演しているほど。映画のサウンドトラックとして発売されたアルバムビリー・ザ・キッドでは、ディランの代表曲天国の扉が収録されており、マシュマロネ・マーシーがカバーしておなじみです。マーシーが強く影響を受けている人物ですし、まずはファンならば見るべき作品ということができます。 5つ目は欲望という名の電車です。ハイローズ時代の名曲「ハスキー」の副題になっている「欲望」という名の戦車の元ネタはこの映画ですが映画の内容と歌の内容は全く関係なくただタイトルを釈用しただけです映画の内容は落ちぶれたメイ出身の女性が破滅崩壊へと進む過程を描いたものであり正直結構な重い内容です 曲の中身とも関係ないですしあまり強くはお勧めしませんがケルトが見た映画は全部見るんだという強い意志がある人はぜひ見てみてください6つ目はジョニーは戦場行ったですブルーハツ時代のマーシーボーカル曲であるラインを越えての歌詞に登場する一はこの映画そのままですこの作品には原作の小説があり読書家のマーシーはおそらく小説の方が入り口ですが、えー、物語としてわかりやすいのは映画の方ですしかしながらこの映画は映画史に残る映画と言われるほどとてつもなく暗いな でありえー、僕も一度見たっきりですがあまりのショッキングさんに軽くトラウマになっています映画を見てからもう一度曲を聴き直すと回しに言いたいことがより鮮明に分かってくるのは事実ですが、えー、かなりおすすめはしにくい映画です見た後、ほぼ100%の人が暗い気分になる映画と言えるので、えー、落ち込み気味の人はあまり見ない方がいいでしょう たとえ明かり気分の時でも見終わるとうつうつとした気分になってくるので、えー、見るときはぜひ心をしてみてください7つ目は「オン・ザ・ロード」マーシーが絶大なる影響を受けている小説である、えー、ジャック・ケイラー作の「路上」この小説を初めて映像化した珠玉の映画作品です 2012年公開の映画なのでもうホームページが消えて見れませんが公開にあたってはマーシンもコメントを寄せていました原作小説は1950年代のビートジェネレーションを代表する作品でありマーシンが読んだ小説の中では群を抜いて面白い作品です 原作が面白いので、もちろん映画も、えー、文句なしの面白い内容なので、ぜひ小説をセットで見てほしい作品です。8つ目は死にたいほどの夜。先ほど紹介した路上の登場人物、ディーン・モリアーティのモデルになった人物、ニール・キャサディの反省を描いた電気映画です。キャサディと聞いてピンと来た人がいるでしょうけども、イロ老寺時代の最後の回しボーカル曲、64,928キャサディ、キャサディとは、えー、このキャサディのこと。 ちなみに、64,928というのは、キャサディが死ぬ間際に線路の枕木を数えるという掛けをしており、64,928まで数えたところで亡くなったという逸話から来ています。キアヌ・リーブスも出てたりと、俳優陣がかなり豪華であり、彼の壮大な生き様が映し出されるのが魅力的です。小説、路上、映画、オンザ・ロード、映画、死体たほどの夜と、これら3つは密接に結びついている作品ですので、ぜひ3つセットで見てもらいたい作品です。 9つ目はラインのの反逆一人ぼっちのサリンジャーですビート文学の代表作であり未だに全世界で根強いファンを持つ、えー、ライン麦畑で捕まえて小説の知名度とは裏腹に謎のベイルに包まれていた作者サリンジャーの半生を描いた電気映画です。 2019年に劇場を公開されたばかりで、まだ DVD にはなっていませんが、とりあえずに紹介させていただきます。マーシーのセカンドソロアルバム収録のサンフランシスコの弱は老けての歌詞で登場するように、えー、強い影響を受けていることがよくわかります。さっきにも紹介したロジョもビート文学の作品ですし、えー、同じくビート作家であるアレン・ギンズバーグの詩をマーシーが文章中で引用したことがあるほど。 ビート文学がマーシーの人格形成や作詞の面に至るまでどれだけ大きな影響を及ぼしたかは言うまでもありませんマーシーが猛烈に惹かれた文学作品がどのように出来上がったのか気になる方はぜひ見てみてください10個目が裸のランチここまで紹介してきたサリンジャー、ケラック、ギンズバーグと並びビートジェネレーションの代表作家であるのがウィリアム・バローズ 彼の代表作こそ裸のランチであり、小説の内容をもとに監督が改編して作ったのがこちらの映画です。ビート文学の作家の中では意味のわかりにくい作品を作るのがバローズですが、映画の方も突拍子のない内容となっています。原作をベースにバローズ自身の人生を織り交ぜたようなストーリーですが、見ながらいろいろと疑問が浮かんでくるはずなので、細かいことはさておき最後まで見て、解説サイトなどを見るとよく意味がわかります。11個目がキチガイピエロ。 ブルハツ時代に杉浦逸郎さん作の「キチガイピエロ」の T シャツを着ていたマーシーなので大なり小なり影響を受けていることは間違いないでしょうフランスの記載と呼ばれる映画監督ゴダールによる映画作品ですが、えー、正直10人見たら9人がよく分からなかったというような意味不明な内容の映画です一応ストーリーはあるもののポエムのようなセリフや 単調な画面など、えー、まるで前衛芸術で見てるような内容でした考えるな感じろと言わんばかりの内容の作品なので、まあ、細かいことは気にせず見た方がいい作品ですね。12個目がバスケットボーールダイアリーズ パンク詩人としても有名なジム・キャロル作のマンハッタン少年期を原作とした映画作品です。タイタニックで有名なレオナルド・ディカプリオが主演しているなど俳優陣も多感なのが魅力です。非行・麻薬依存などに囲まれた少年の日々を克明、えー、に描いたストーリーであり、 ぐいぐいと引き込まれるる面白さがある作品ですではここからは特典の作品の紹介ではなく、えー、ジャンル別に分けて紹介していきましょう最初はビートルズ関係の映画です、えー、マーシーがビートルズのツイスタドシャウトを聞いて音楽に目覚めたというのは有名な話で、えー、もちろんヒロトも元メンバーが来日すると必ずライブに行くほどビートルズが大好きです2016年にビートルズの最新映画エイトデザーウィークが 公開された時には、マーシュマロのツアーでマーシーが映画に触れたりするなど、ビートルズ映画は欠かさず見てることが伺えるほど。しかし、20世紀最高のバンドと言われるだけあって、映画作品の数が膨大であるため、いくつかピックアップした記事を概要欄に貼ってますので、ぜひ読んでみてください。個人的には、5人目のビートルズとして有名な、スチュワート・サトクリフを扱った天気映画、バックビートがおすすめです。 次はローリングストーンズ関係の映画です。ビートルズ同様、ヒロとマワシがローリングストーンズから多大、えー、な影響を受けているのは言わずもがな。 ヒロトのハーモニカプレイやステージングなどはミック・ジャガーを踏襲してますしマッシーのバンダナはキス・リチャーズを意識してというところもあるでしょうもともとブルースバンドから始まっているためビートルズと比べると黒いサウンドが印象的であり今もなお元気でライブ活動を続ける伝説のバンドですビートルズ同様膨大な映画があるため同じく概要欄から記事の方を読んでみてください個人的に知られざる重要な立ち位置だった人物が好きなので ビートルズだったらサトクリフ、ストーンズだったらブライアンが好きなので、ブライアン・ジョーズ、ストーンズから消えた男という映画をお勧めしておきます。次はブルースに関する映画です。特にヒロタが大好きな黒人音楽ブルースですが、現代音楽の歴史をひも解くと、すべてブルースに結びつくとも言われるほどであり、特にロックンロールはブルースとの結びつきが非常に強く、 ブルルーースの子供がロロックンロールと言われたりします近年蓄音機にはまっているヒロトは1920年代の戦前ブルースを聴くほどの相当なマニアでありブルースの伝説的ミュージシャンをモチーフにした楽曲も数多く作っていますしかしブルースは細かい理論はさっておき、えー、現在音楽とあまりにもかけ離れているため音楽を聴いていきなりピンとくる人がなかなかいないのが問題なところ そういった意味では分かりやすい入り口として映画はとてもおすすめですしまずはブルースの奥深い物語を好きになることで、えー、ブルースをより楽しめることは間違いありませんブルースロックンロールを扱った伝説付きレーブルチェスレコードを、えー、モデルにした電気映画キャデラックレコードが断、えー、トツで面白いのでぜひ見てみてください、えー、最後はパンクロックンロールを題材にした映画ですブルーン自体がパクであるように パンクやロックンロールからの影響が多大であることは言わずもがなビートルズ・ストーンズが後追いだった広友アーシー世代にとって70年代後半に巻き起こったパンクムーブメントはまさに自分たちの音楽として熱烈に受け入れられましたパンクは音楽としてもシンプルで初めて聴いても分かりやすいですが映画を通して見るとその時代背景なども見えてより深く入り込みます 録音についても、ヒロトマーシーが影響を受けた人物を挙げていくと、きりがないですが、ぜひ映画を入り口にして、少しでも興味を持ってもらえれば嬉しいと思います。こちらも動画概要欄に記事リンクを貼ってますので、ぜひご覧ください。はい、えー、ということで、ヒロトマーシー好きのおすすめしたい映画を紹介してきました。 えー、たくさんの映画を紹介したため、えー、どれを見ればいいのか少しわからない部分もあるかもしれませんけども、少しでも興味を持ったものがあれば、まずはそれを手に取ってもらえると、えー、嬉しく思います。えー、曲を聴いていて歌詞の意味がよくわからないものが、 よくあったりするかもしれませんけどもその時は歌詞の中に出てくる単語などの頼りに影響を受けたものを見つけると自然と歌詞の意味が分かってくることがよくありますこの機会にぜひ自分の好きな曲の歌詞を見直してみてそのルーツにあるものを見つけてみるとさらにその楽曲を楽しめるのは間違いありませんでは長くなってしまいましたが この動画の内容は以上です。では今回の動画の内容は以上となります今後もこんな感じで音楽映画本などなど自分の興味のあるものに関連した動画を作っていきますので是非気に入っていただけた方はチャンネル登録や高評価ボタンをよろしくお願いしますあと最近ファーースストアルバムをリリししまして こちらの方に表示されているオフィシャルミュージックチャンネルの方に PV をアップしてますし、Spotify、Apple Music、Line Music などの各種サブスクサービスでも聞けますので、少しでも興味が湧いた方は聞いてみていただけると嬉しく思います。カタカナで鈴木さとしと検索していただけるとすぐに出てきますので。ということで最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら、鈴木さとしでした。